どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、アマゾンゴールドカードをね、紹介していきたいと思います。このアマゾンゴールドカードなんですけども、私の印象だとね、結構持たれてない方が多いんですけども、でもね、アマゾンのプライム会員に入ってる方って結構多いんですよね。で、本日はですね、このアマゾンプライムに入ってない方、まあもちろん多いと思うんですけども、まあアマゾンプライムに入っていて、アマゾンゴールドを持ってない方はですね、実はこれ金額的には損してるんですよね。まあこのアマゾンゴールドカードを持っていて、まあ一手間かけるとですね、これアマゾンのプライム会員をそのまま払ってるよりね、まあ、安くなりますし、まあ、Amazon プライム会員入ってる方って、まあ、基本的にメインの買い物をね、Amazon でする方多いと思うんですよね。まあ、楽天とかね、その他 Yahoo ショッピングとかも使わず、Amazon をね、使ってる方が、まあ、多いと思いますんで、まあ、これをね、紹介していきたいと思います。で、これね、ここまで見て、Amazon ゴールドカードの年会費って安かったっけって、調べるじゃないですか。アマゾンのね、ゴールドカードの年会費って、まあ、1万円するんですよね、税抜きで。ですので、割引方法のね、仕方っていうのもこの動画で解説していきますんで、まあ、ちょっとね、お時間あるときに、まあ、最後まで見ていただけたらなと思います。まずね、アマゾンプライム会員の月間費だと、455円。年間の支払いだと、4455円。まあ、こちら税抜きなんですけども、で、利用できるっていうサービスで、まあ、Amazon ビデオとかね、ミュージックとかね、それ以外の Amazon のお急ぎ便とかね、まあ、そういうのも、まあ、このプライム会員の、まあ、特典にね、まあ、含まれてるわけなんですね。で、この Amazon のゴールドカードを作ると、まあ、どういうことかっていうのをね、まあ、紹介していくんですけど、まずね、Amazon のゴールドカードの基本スペックをね、紹介していきたいと思うんですけれども、まず年会費がもともと1万円するクレジットカードなんですよね。まあ、これね、ちょっと後で、年会費を下げる方法もね、紹介いたしますんで、還元率なんですけども、Amazon で最大 2.5% で、それ以外では 1% っていうなってるんですよね。で、Amazon マーケットプレイスってあるじゃないですか。あれだとね、0.5% ね、還元率落ちてしまうんですけども、まあ、これね、一手間かけて、Amazon ゴールドカードで、Amazon ギフトを、購入してね、まあ、それをチャージして利用すれば、この 2.5% の維持できますんで、この Amazon マーケットプレイスっていうのをね、もし利用する際はですね、ちょっと一手間かけてね、利用するようにしてくださいね。ちょっと 0.5% 取りこぼしてしまいますんでね。次に、貯まるポイントは Amazon のポイント、獲得してから、1年間のね、有効期限っていう風になっております。で、こちらね、ゴールドカードということで、海外旅行保険がね、自動で付帯していたりとかね、空港のラウンジ、まあゴールドカードということで、空港のね、クレジットカードラウンジとかもね、まあ入ることができます。まあこんな感じのね、特典で、まあこの Amazon ゴールドカードとも、Amazon クラシックカードって文字もあるんですけども、まあどっちもね、即時審査っていうのをやっていて、朝9時から夜の7時までの間はね、まあ審査、申し込むじゃないですか。申し込むと、その場でね、審査してくれて、もし OK だったらもうその日から使えるんですよね。ですんで、まあその日からこの還元率が受けられるっていうのはね、Amazon のクレジットカードなんですよね。この年会費が1万円っていう話をね、いたしましたけども、ここからね、年会費を割引にする方法をね、解説していきたいなと思うんですけども、この Amazon ゴールドカードっていうのは、三井住友カードがね、発行しているクレジットカードなんですよね。まあ、勘のいい方だとね、もう気づいてるかと思うんですけども、この三井住友クレジットカードっていうのは、ウェブ明細ってありますよね。まあ、紙を受け取らない明細ですね。そちらと、マイペースリボっていう、リボ払いの設定をすることによって、年会費の割引が受けれるようになってるんですよね。まあ、これどうやるかっていうと、まずね、ウェブ明細っていうのは、ま、登録するだけで簡単なんですけども、このマイペースリボっていうのは、パッと聞くとね、あ、リボ払いか。嫌だなと思いますよね。まあ、これは私の動画のチャンネルで、ま、結構ね、方法自体さえ話させていただいてるんですけども、この三井住友カードのこのマイペースリボっていうのは、まあ、自分でね、設定できるんですよね。金額を。ですので、マイペースリボを登録して、マイペースリボの支払い金額を、仮にね、1万円にしたとしますよね。そうすると、1万円以上利用すると、
そこに手数料が乗っかって翌日ね、1万円以上の支払い分がね請求されるんですけども、まあ、これをね50万とか100万とかにすると、まあ一月50とか100とかね、まあもちろん使う人いると思うんですけども、まあそういう人はねもっと上に上げていただければいいんですけども、自分がね絶対利用しないような金額、まあそういうお金をマイペースリボの設定金額にするとですね、そこまで絶対使わないじゃないですか。50万円設定して、でその月がね、まあ、10万円しか使わなかったってなると、これ50万超えてないですよね。ですんで手数料払わなくていいんですよ。一括で請求来るんですよね。ですけども、この年会費の割引は受けられるんですよね。まあ、これがね三井住友クレジットカードの、年会費のね割引を受ける方法なんですけども、私の動画のチャンネルでね ANA ワイドゴールドカードっていう、まあ、ANA マイルを貯めるね結構、有名で、まあ、人気のクレジットカードがあるんですけども、まあ、そちらもねその方法で、まあ、ずっと年会費の割引が、まあ、受けられてたわけなんですけども、残念ながらね2021年からね、この ANA ワイドゴールドカードのね、この年会費優遇制度っていうのはちょっと変わってしまうんですよね。先ほど言った通り Amazon のゴールドカードはですねこれね変わらないんですけども、 ANA ワイドゴールドカードはねちょっと変わってしまうんですよね。まあ今までは手数料のあるね支払いをしなくても登録だけでね年会費の割引は受けられたんですけども、まあ今後は受けられなくなってくるんですよね。手数料のある支払いを年間1回以上しなきゃいけないっていう感じなんですよね。ですけども、この Amazon ゴールドカードはね、ウェブ明細の登録とマイペースリボの登録、あと設定金額を50万とか100万とかに設定するだけで、年会費のね割引が受けられてしまうんですよね。でこれもともと年会費がまあ1万円のクレジットカードなんですけども、このマイペースリボと、ウェブ明細をね利用すると、4000円まで下がるんですよね。結構下がりますよね。まあこれ税抜き価格なんで税込みだと4400円、これはね税込み価格なんですけども、6000のね割引がまあ受けられるっていう風になるんですよね。だからこれ税込みにしても4400円なんで、年間の Amazon プライムのね年会費をね払ってるよりか安くなるんですよね。ですんで、あのね Amazon プライムをね今入っていて Amazon ゴールドカードを持ってない方はですね、まあ、今すぐ申し込みましょうねで Amazon ゴールドカードっていうのは、まあ、初年度からね、まあ、年会費がかかるっていうことですんで、まあ、作った最初にね、まあ、1万円のね請求が来てしまいますよね。っていうことは初年度のね割引が受けられないかっていうと、そうじゃないんですよね。まあ、これもね一手間加えると、初年度からね優遇が受けれるようになります。でこれどうするかっていうと、今まで話したのは全て Amazon ゴールドカードの話なんですよね。 Amazon にはもう一つ Amazon クラシックカードっていうのがあるんですよね。まあ、こちらね年会費無料で、利用できるクレジットカードなんですけども、まあ、一応基本スペックね紹介していくと、Amazon の還元率は、2%、 これ最大 2% でプライム会員じゃないと 1.5% に落ちるんですけども、プライム会員じゃない方で 1.5%、まあ、その他 1% のクレジットカードで、年会費も無料っていう感じなんですよね。まあ、こちら一般カードってなってますんで、まあ、空港のラウンジとかの特典はつかないんですけども、まあ、Amazon のね、プライム会員じゃなくても 1.5% の還元率がつくっていうことなんで、まあ、これだけでもねかなり優秀な上に、これね結構 Amazon のサイトで見たことある方多いと思うんですけども、これね入会すると2000円分のポイントもらえるんですよね。ですのでこのクラシックカードを入会するだけで、まあ、2000分のポイントがもらえるっていうクレジットカードで、 Amazon ではねかなり高還元率のねクレジットカードなんですけども、まあ、こちらのクレジットカードをまず発行しますよね。年会費無料の。でこちらでウェブ明細の登録とマイペースリボの設定をします。それで、1年間にね半年以上、これをね利用するとゴールドカードに切り替えた場合でも初年度から割引が受けられるんですよね。ですので初年度から5000円でね利用できるんですよね。これなぜ5000円かって言ってると、あのね初年度はこのウェブ明細の割引っていうのは初年度から受けられないんですよね。ですんでゴールドカードに切り替えた場合は初年度だけ5000円になってしまいます。ですけども、あのクラシックカードをね入会した時点で、2000分のポイントがね、まあ、もらえていますんで、まあ、実質ね、お得にはなってるんですけども、年会費が4000円になるのは、まあ、2年目以降っていう感じになるんですよね。
いかがだったでしょうか。今回はですね、Amazon ゴールドカードの紹介と、Amazon ゴールドカードのね、年会費割引のね、方法をね、紹介して、させていただきましたけども、Amazon ね、ゴールドカードを持ってない方で、Amazon プライム会員にね、入ってる方、まあ、結構多いと思いますんで、もしね、これから、ゴールドカードを作りたいっていう方はね、クラシックカードから入会していただくと、今みたいなね、やり方で、まあ、年会費の優遇がね、まあ、初年度から受けられますんで、まあ、すでにゴールドカードを持っているって方はね、マイペースリボの設定と、ウェブ連載のね、あの登録は確実に行ってね、年会費優遇受けるようにしましょうね。今現時点で、プライム会員になっている方で、年間払いにしちゃってる方でね、今ゴールドカードに入ると、まあ、年会費が払ってるのに、まあ、重複されますよね。ですけども、このAmazonゴールドカードっていうのは、プライム会員の状態で、ゴールドカードに入会しますよね。そうすると、ダブった分の年会費、プライム会員の年会費はですね、返金していただけますんで、まあ、その点だけはね、安心していただければなと、思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。これからクレジットカードを作りたいっていう方はね、概要欄に一応ね、URL 載せておきますので、もしよかったらね、そちらから、まあ、見ていただければなと思います。プライム会員に入っていて、Amazon ゴールドカード持ってない方はね、ちょっと一度ね、検討していただければなと思います。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。